はい、皆さんどうも。マキピログでございます。リオです。ね、お昼に撮るということになったんですけど。夜。なぜかね、ちょっとね。暗いね。夜になってしまったんですけどね。まあ、ファンダマというとですね、まあ、5周年人気投票ガチャというので、ね、今から、お互いね、サブとメイン、今から引いていきたいと思います。うん、俺のサブから言ったらいいですか？いいよ。じゃあね、私のサブの方から行きたいと思います。何が欲しいとか言わなくていい？一番欲しいのはモースやね。まあね、まあ、持ってないしね。まあ、ただいから、ただいから、まあ、そんなもんって言われへんからね。まあね。まあね、まあ、ちょっと行きたいと思います。じゃあね、ガチャ行きます。ドキドキ。ありがとうやん、でも。ありがたいやんな、ただやしな。まあまあまあ、そうだよね、うん。まあまあまあ。いつ受信化するかわからんからね。希望の少女やから。ああ、そうやね。はい。うん。サブダメですわ。散々ですね。はい、ということですね。まあ、私の方はですね、まあ、パンドラちゃんということで。はい。はい。じゃあ次、私のサブ。リオサブ、サブ城か。行こうかな。はい、行っていい？どうぞ。はい、じゃあ行きます。まあレンタル機能があるからね。まあそうだね、二赤のうち欲しいキャラ引けばね、まだなんとかなるかもみたいな。怖いな。行くよ。はい、えい。カメラをもうちょっと意識してもらっていいですか？ごめんなさい。ガン無視やけど。愛しとんな、私な。まあまあ、まあ、大好きなキャラやったね。一番の推しキャラがまさかのサブに。まあまあ、属性は一緒やったね。属性あっとったね。属性あっとった。嬉しいけどね、ちょっと、うん。嬉しいけど、うん。うん。ごめん、コメントに困るやつ。今じゃないな。今じゃないな。はい。やっぱ重心か？そうだよね。そうだね。うん。はい、ということですね。はい。まあ、リエちゃんのサブは、誰でした？というですね、まあ、今度ね、リオちゃんの本枠へ来たいと思います。はい、というわけですね、さあ、ね、今まではね、どちらかというと、まあ、腕慣らしみたいなとこあるけど、まあ、こっからね、お互い本枠に突入ということで、まあね、リオちゃんの本枠の方からね、引いていきたいと思います。見とけ、引いたるで。任して。行くよ。もうすぐ引いて。あ、わかった。もうこんなん、ちょ、ふんって言ったら出るから。軽くいったな、軽くいったな。大丈夫か。来るやろ。いや、おもろい。いや、おもろいわ、これ。どうしよう。今ってな。ああ、もう何回目かわからん。ちょっと頼んだわ。欲しい人は欲しいんやろね。まあ、リュウちゃんのね、さ、メイン屋か。なんと、何体目モーツァルト。3体目やばいね。今んとこ。4体目お互いかぶるしか引いてない。やばいな。はい。ということですね。まあ、モーツァルトでした。はい。はい、ということですね。まあ、私はメイン屋かなんですけど。頼むよ、マジで。これにかかってる。モーツァル欲しいんだけど、俺ね、持ってないキャラ、4キャラしかおらんのよ。やばいやん。かぶる可能性だよ。これまあね、俺もかぶらんければいい。もうね、もうわかった。もうせ、そら欲しいけど、もう最悪。ちなみにどの4体なの？え、ほんとね、持ってないの。モーセ。ラミエル。メタトロン。うん。チギハイ。あ。あ、違う、ダムスもや。あ、そうや。大事なダムス忘れとるやん。ある。え、結構いるじゃん。あ、いるやん。もうなんや。あ、いける。よいよいよ。大丈夫。ちょっとルーとかはいらんかな。今の状態でね。うん。ルーがね、キンキンは追加されたから、正しく。はい、ということですね。あ、ね、危ないね。俺今ね、録画ボタン押し忘れてるって怖いことしとった。はい。頼むわ。はい。はい、ということですね。じゃあね、引いていきたいと思います。プチッと。あ、じゃあさ、せっかくで、ほら、感謝の言葉。
言ったら出るかもよ。ああ、いつもいつもね、あの、エクスフラッグ様、私のクエスト、神ばかりありがとうございます。はい。天使やん。天使前降りたけどさ。降りてきたやん。まあ俺極売り持ってなかったから。あ、そうなの？そうそうそう。天売りしか持ってないから、まあそういう意味ではまあまあ。一体だけってこと？あ、そう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 。じゃあ、まあまあまあ。失笑。もういつもせでんねや。はい、ということですね。まあ、お預けということで。まあ、これはね、あの、年始にね、もうせ引けということだと思いますね。そうだね。はい、まあ、そうやって言ってね、去年からね、4万突っ込んで、その後も引き続けてるノスタラダムス、未だ持ってませんけど、まあね、いつか引けるんじゃないかなということでね、今日はね、これで終わりたいと思います。それでは皆さん、最後までありがとうございました。じゃあね。じゃあね。夢見る。